ミスター、あ、そっちの方がよかったな、そんな早行きたいんやったら。まあええや、予測編成、4両編成の誰もいる。実際ね、座席の角とかほぼ垂直90度あって、で硬いで、まあ、僕席がある、うん、ユニコームの7300とかも、7200もこの辺ボックスがあったんですよ。ぜひポートライナーは多分分からんけど、多分オールロングになるね、可能性高いです。うん、いや、しかし、ロングシートなのかな、これ何なんかめっちゃほっぺた赤い電車、どうせのリニューアルか、ほっぺた赤い電車で車体綺麗やから、なんか検査明けかな、見てるところライン帯とかこんななんかね、色がめっちゃ
中も6000系みたいなとんで、めちゃくちゃすごいな、これ6000系みたいだね。5000何倍や、あお誕生日迎えたら5000系、イエーイ。38か、今日デビューして38年。いや、なかなか結構ね、これ1編成しかないけど、もうどんどんリニューアルして増やしますよ、これから。なんかハッピーバースデーあーちいいですね、かっこいいですね、ご先生さん。で、これ数字が上にもつくようになってるんで、これ、わかりますか？ここは一緒か、うん。ただでも、横面からしたら全然ちょっと違う。あの、車内とかも、LED の3色になってます。はい。お、いいですね。かっこいいね。でも、こういう時のこういうとこはもう解除するんです。